それでは膜電位の測定について説明します膜電位っていうのは膜を挟んだ2つの溶液間の電位差のことです膜っていうのは例えば細胞で言ったら細胞膜電位差っていうのはまあ簡単に言えばプラスマイナスの差のことですここに1つの神経細胞ニューロンを描きましたこのニューロンの膜電位を測定したいなと思ったら 基準電電極極と記録電極を設置します2つの電極はどのようにも設置できますが、まあ、今回は基準電極を細胞の外側、記録電極を細胞の内側に設置したとしましょう。ここで注意してほしいのは基準となる電極です。今回は基準電極はこの丸いやつですね。丸が基準電極 この基準となる電極がこの丸と三角のどちらかでデータが違ってきてしまいます、このどちらが基準かというのは非常に重要な話ですさらっと基準,がどちらかを基準となる電極がどちらかを問題文に書かれることが多いからつい見逃してしまいがちなんだけどこのどちらの電極が基準かというのは非常に重要です。この基準ととなる方、今回で言うと 青いボールの方から見て黄色い三角の方がプラスかマイナスか見るってことですこの誰から見てっていうのが基準のことです実はプラスとかマイナスっていうのは基準がどこにあるかによってコロコロ変わってしまうそんな相対的なものなんですプラスとかマイナスっていうのは高さの概念ととっても似ています高さも 誰かかかから見るかで高いか低い低が変わってきます。例えばこのイラスト見てほしいんだけどこの人から見たこの人って同じ高さにいるよねつまり高さに差がないよねだけどこの人から見たこの人ってこれ高いところに立ってるなって思うよねこれ当たり前だよね例えば 2階に立ってる人が同じ2階に立ってる人を見て、高いいいとところにいるなとはならなはらよね。2階に立ってる人を1階に立ってる人が見るからあ高いところにいるなだって思うんだよねつまり誰から見るかによってプラスマイナスもそして高さもねあの基準がどこか誰から見るかによって変わってきてしまう値だよねだから基準が非常に重要なんですね。 問題文にいくらさらっと書かれてても基準の電極がどっちかをちゃんと見分けることこれが今日最大のポイントです。つまり青いボールの方を基準の電極とするということは青いボールから見てこの黄色い三角がプラスかマイナスどっちに偏ってるのかなっていうのを見る常にそう見るということです。 それでは、電極の周辺をクローズアップしてみましょう。クローズアップしてみました。この、ここが神経細胞の細胞膜です。ここが神経細胞の細胞膜。で、青いボールが基準電極。で、この青いボールから見て、この黄色い三角がプラスに偏っているかマイナスに偏っているかを見るとします。この二つの電極を用いて、 縦軸軸がが電位、横軸が時間のグラフを描いてみます。静止時はこのようになっています。静止時は、細胞内にあったカリウムイオンがカリウム漏洩チャネルっていうチャンネルを通って外側に漏れ出した結果外側の方が内側に対してプラスになっているんですね。だからデータにはずっとマイナスの値が現れるわけです。 基準から見て、つまり青いボールから見て黄色い三角はずっと静止時はマイナスになっているっていうことです静止時はカリウムイオンが細胞内から細胞の外にカリウム漏洩チャネルっていうチャネルを通って少し漏れ出した結果外側の方が内側よりもプラスに偏っているんですね。 このカリウム漏洩チャネルっていう用語自体は高校範囲外ですから覚えなくて結構です。ただ、電位依存性のカリウムチャンネルとは別なチャンネルが開いていて、そこからカリウムイオンが漏れ出すんだな、リークするんだなってことは知っておきましょう。では、ここに刺激を与えた時にどんな風な電位が記録されるかを見てみましょう。刺激を受けた場所のプラスマイナスが逆転します。 興奮が起きている場所では細胞の外側にあったナトリウムイオンが電位依存性ナトリウムチャンネルを通って細胞の内側に流入するのでしたその結果プラスマイナスが逆転するんですね少し難しい話ですがこんな風にナトリウムイオンみたいなイオンを素早く細胞内に流入させて反応を起こすためにわざわざ細胞内をずっと マイナスに保っているんですね本当はこんな風に神経細胞の軸索の途中に無理やり刺激を与えた時は興奮が赤い矢印のように両方向に興奮は伝わっていきますよねそれを電動といったわけですねこういうえっに神経の神経があった時に途中をこうやって刺激すると両方向に興奮が伝わっていきます両方向に興奮が伝わっていきますそれを電動といったわけですね まあ今回は、えっと、片方の興奮片方は無視してこっち側ねこっち側に右側にどういうふうに興奮が伝わっていくかでどんなふうに電位が変化するかを見てみましょうこのように隣に興奮が伝わっていきます刺激を受けた場所が初めはプラスマイナス逆転したんだけど次はそのすぐ隣のプラスマイナスが逆転しますどんどんプラスマイナスの逆転が伝わっていきます 我々が電極を設置した場所に興奮ががやってきましした。た我々が電極を設置した場所もプラスマイナスが逆転しましたこんな風にデータがプラスを示しています。なんでかっていうと青いボールが基準青いボールから見て黄色い三角形がプラスだからですね。 何度も何度も青いボールが基準だなってことは注意しましょう1階にいる人から見た2階にいる人は高く見えるよね青いボールはマイナスで黄色い三角形はプラス青いボールから見た黄色い三角形はプラスだねだからデータがプラスになるんだねそして興奮が過ぎ去るとまた外側から見た内側はマイナスなんでデータがマイナスに戻るわけです このようによく教科書に載っているグラフが描けましたこの教科書に載っているようなこのグラフこのグラフが描かれるのは基準電極を細胞の外側そして記録電極を細胞の内側つまり青いボールを細胞の外側黄色い三角形を細胞の内側にこのように入れた時に描かれるグラフなんですねでは少し発展的な状況として よく質問を受けるんでこのような状況も見てみましょう今回は基準電極と記録電極を少し離してつまり青いボールと黄色い三角形を少し離してしかも2つの電極はどちらも細胞の外に置いていますそして先ほどと同じところに刺激を与えたとします どのようなグラフが描かれるかを今から見るんですがここで注意してくださいはじめ静止時電極を置いた場所が静止状態の時電位差はありませんここで2つの電極を見てほしいんだけどどっちも静止状態どっちも細胞の外側に置いてあるのでどちらもプラスですつまりプラスから見たプラス電位差なしということになるわけです 電位差っていうのは高さの考え方と似ています2階にいる人が2階にいる人を見てうわあの人すげえ高いとこにいんなとは思わないですよね同様にプラスから見てプラスは電位差なしと考えるんですなので初めは電位差なしこれから興奮が伝わっていきます基準電極 青いボールがあるところに興奮が伝わってきました。青いボールがマイナスに、内側に対してマイナスになっています。なので、青いボールから見て、黄色い三角形はプラス、データはプラスを示します。1階にいる人が2階にいる人を見て、わああの人高いところにいるなって思うように、青い基準の青いボールから見て、黄色い三角形は、 プラスに測定されるわけですねそして興奮が進んで基準電極青いボールが置いてあるところはまた静止状態に戻りましたまたね、えっとプラスから見てプラスは電位差なし電位差はなくなりました今度は黄色い三角形のところ記録電極に興奮がやってきました黄色い三角形の置いてある場所でプラスマイナスが逆転しました こんな時も青いボールから見た黄色い三角形のプラスマイナスを考えます。あくまでも青いボールが基準です。青いボールプラスから見て黄色い三角形はマイナスですね。なのでデータはマイナスを示します。結果として図に示したようなデータが得られるわけです。ではご清聴ありがとうございました。最後にポイントを確認しておきましょう。 ポイントの1個目は、どっちが基準なのかを必ずチェックする。ポイントの2個目は、電極が細胞の外に置いてあるのか、内側に置いてあるのかを必ずチェックする。この2つがポイントでした。では、もう一度復習してみてください。